はい、どうも、コバです。異性とラクリマサオブダの続きです。前回からほぼそのままで撮っております。で、人影が見えたということで、そのまま外に出ていきます。まあ、犯人探しであると同時に、事件が連続して起こりますね。はい。こっちの方だな。本当にここですか？誰もいないようですが。お？ジョーちゃん、止まれ！大丈夫か？首を軽く切ったようです。でもどうして？気づいたか、アドル。木立のあたりに何かあるぞ。これワイヤーだっけ？導線か。導線？導線ってそんな鋭かったっけ？鋭い？ん？トラップだったっけ？なんかロムンの人間だったっけ？あれは。じゃあ取ってきたんだっけ？まあそうだね、確かに。まあナイフじゃなくて、まあトラップ、まあ罠だったと。まあ当然ロムンの人間、アルタゴね。アルタゴ、ガルマン、グリーク。まあアルタゴです。
まあ未だにロムンとアルタがドンパチやって。まあ紛争地域だから普通の人間はまあ簡単には出入りできないと。まあだから要人だったり軍の関係者ぐらいしかいない。まあ軍医だったらね、確かに同行はできるね。まあ出てきちゃったね。これできませんってやる。まあやんないとね、自分たちはね危ないから。おっしゃ。あ、こっからだっけな。なんか話が。いや、アドル君じゃないですか。急展開するのは。そんなに神妙な顔をして、またどなたか怪我でも。よう、キルゴール先生。今日はいい天気だな。神様に感謝しなきゃな。なんせ。この後あんたと組み合ってもびしょびしょに濡れずに済みそうだ。これはこれはエアランさん。戦場で待ち合わせをしていたお仲間にはお会いできましたか？バロー、やっぱり同僚をバラしやがったのは貴様か、キルゴール。いや、七種の切れ先魔。やっぱり先生が。でもどうしてなのです。いやいや、美しきかな、少し前までお互いの顔も見知らなかった漂流者たち、そのあなたたちが生き抜くために育んできた意志の力や結束力、やはり美しいと言わざるを得ない。何が言いてんだ。しかし、こうも言えませんか。漂流という異常な状況や僕の脅威なくして、その美しさは生まれなかったと。そんなこと。耳を貸す必要はねえ。こいつはただの殺人鬼だ。キルゴール先生、どうか投降していただきたい。ここが無人島である以上、あなたにもはや逃げ場はありません。僕は世に必要とされるべき存在。邪険にされるのは心外ですね。とりあえずあそこの海岸だっけ、あそこに行くことになりますね。でもうちょっとしてボス戦です。まあご覧の通り、すぐに戦うことには。あれすぐだっけ。
まあそうやな、少年場やな。今パロが追っていると思うのですが。発見、発見。戻ってきたみてえだな。女の子発見、女の子発見。あれ女の子、ああ、いた。おいおい、一体何のことだ。いた？でもなんかいた記憶が。倒れてるんだっけ？だ、やっぱり。誰か倒れています。漂流者でしょうか？まだ幼い少女のようですが。いかん！あれじゃ獣の餌食だぜ！これ以上の犠牲は。おっと、これは船長殿。足を気をつけてください。どうやら七死の罠のようです。近くにいるのか。ふらふらさまよっていたガキを捕まえておいて正解でしたよ。この子は大鳥か。なんて卑劣な。人の風上にも置けません。船長殿、すぐに手当てを。それは無駄かもしれませんね。見たところ大腿部の動脈を切断した可能性があります。すぐに手当てしても助かるかどうか。てか相当鋭いよね。そんな、切ったっつっても走ったスピードでの切り方だから。キルゴール先生を、ナナシを捕まえてくれ。本当にそう、もう本当切るような。先月も手伝って気を失ってしまったようですね。カーラン卿に続き2人目ですか。それでは僕はこれで失礼させてもらいますよ。お待ちなさい。アドル君、やはり君が追ってきましたね。晴れ渡る夜空のように住んでいながら奥底に情熱を秘めた人、初めて会った時に直感しました。やはり君は僕の標的にふさわしい。次はアドルを手にかける気ですか。この先この島で漂流者たちが生き抜くのは容易ではないはずです。脱出の可能性は果てしなく低く、絶望の果てに獣の餌食となる。もしくは人の秩序を失い、漂流者同士醜い争いを繰り広げるか。しかし船長の築いた漂流村やアドル君の存在は皆に希望を与えました。そして今は島からの脱出に向けて一致団結し始めているわけです。いやいや、大変に美しい。そんな矢先にアドル君や船長を失えば。
考えただけでゾクゾクしますね。そのためにアドルや船長を。それだけじゃねえ。カーランのおっさんやあの女の子。先生、あんたは人としてやっちゃいけねえことをしたぜ。やってはいけないこと。はて、何のことか分かりかねます。僕は悪を背負う人間として当然の行動をしたまでのこと。それはそうです。人を殺めて子供まで利用して。それの何が悪いのです。人は蹴る大地があるからこそ走って前へ進むことができる。物事が前へ進むには相反する2つの作用が必要なのです。善と悪、2つが存在するからこそ人の世や歴史もまた成立する。悪が存在せず正しいものばかりの世界などありえましょうか。それにもかかわらず悪の存在は憎まれ、存在が許されることはない。理不尽だと思いませんか。なんて盗作的な。わしは根っからの悪い人間なんていねえと思ってきたが。僕も君たちと話し合って分かり合えるなんて思っていません。善と悪の闘争は必然なのですから。行くぞ。 OK、 じゃあ戦いますか。意外と強かったんだよね。私たちはあなたを失うわけにいきません。心してかかりましょう。歴史に残るのは結果のみ。ならばこの僕が悪の歴史を切り開いてみせましょう。来なさい、術式開始です。さあ始めた。避けたいな、できるだけフラッシュムーブをかまして。これどのあたり、待って、 OK。 エクストラスキルを出すのにまず手間取ってる。これ当たる？ああ、これが結構食らうんだ。そうだそうだ。あ、ちょっと待って、これはやばい。地雷か。これどうすっか。あ、これ強いんだよな。もう一回、できるだけ早くブレイク。結構無理だな。これはちょっとサハドを使うしかない。回復はね、別に使ってもいいんだけどさ。ちょっと使わずにできるとこまで、やろうか。あ、ここでひらめいたの、君。OK。やっぱこいつ強えな。予想以上にやりますね。冒険家でしたか。ここまで手応えのある相手だとは。ですがこの島は悪にとってこれ以上ないほどの晴れ舞台。このまま終わる気はありません。なんかキルゴールはなんか6種対壁に見えなくもないよな。6種なんていうのかな。光線のトラップ。あや。活に動けませんね。あ、悪に見入られてるっていうかさ。悪が好きなんだよね。取っておくとしましょう。それでは。古代種。
あんまりキルゴールの過去とか語られないから、あんまりキルゴールについてどうこうっていまいち言えないんだけどさ。さすがに複雑ですね。でもまあやたら悪にはこだわるよね。すぐに船長のところへ参りましょう。あ、そうだ、急ごうぜ。だからなんだろうね、悪であることをまあ証明したいがために、まあ悪事に手を染めたりするのか。お前たち、アドル、その様子だと決着ついたようだな。船長殿の容体はどうなんだ？それは七氏の言う通り、すみません、致命傷のようです。そんな、なんとかならないのですか？落車さん、申し訳ない。皆さんを無事生還させるとでおきながら。そんなこと。船長殿、頑張ってくれ。互いに娘の待つ家に帰るって約束したじゃないか。サハドさん、すみません、約束守れそうにありません。なんてこった。アドル、すまんが頼みがある。皆さんを無事に生還できるよう、アドル、君なら。はい、必ず。ありがとう。これで頼んだぞ。贈り物をしすぎたのかな。そうよ、贈り物ね。それは別に物だけじゃなくて、船長からここにいるみんなだったりとか、でも別に船長はみんなから贈り物をされたからそれをお返ししているわけじゃないから。第2部、漂流者たちの共演、完。贈り物をする理由が船長にはないからこそ、なんだろう、その死っていうもので贈り物を交換するしかなかったのかもしれない。
はーい、こっからダナ編になります。いいね。でまあちょっと船長に関してなんだけど、そう、船長は別にね、みんなにこう、以上が本日のご予定となります。はい、巫女様、これ後で言うかさすがにお疲れではありませんか。で、いやーやっぱ可愛いな。だな、年齢は分かんない。そもそも年齢が存在するのかすら分からない。少し間もなく植樹祭を行う大峡谷へ出発いたしますが、まだ少しだけ時間がございます。今のうちに休まれてはいかがでしょう。ダーダのこういう髪型ってなんて言うんだろうね。そうですね、いろいろとありがとうございます。ちょっとこうふさふさ持ってみたいよ。あなたも休んでください一旦下がってもらって結構ですよ。でダーダって珍しくね、背がちっちゃいんですよね。もし準備がよろしいようでしたら後ほど私に声をおかけください。わかりました、よろしくお願いします。いやでもちょっと頼りにしちゃうな。苦しいのが続いて疲れたな。目の色が緑っていうところも結構好きなんだよな。島に流れ着いて漂流者と出会ってしまった時点でバルバロス船長はまあ平たく言うと死ぬ運命にあったっていうことかな。うん、まあで僕はちょっとそんな風に解釈してます。まあお前何言ってんだよって言われたらそれまでですけど、まあ僕こんな風に考えてるよってことで、はい、それじゃあまた、次からダーナ編が始まります。はい、ちょっと楽しみです。ダーナ久しぶりに操作するんでね。はい、本当に何年ぶりだ、本当3年ぶりとか3、4年ぶりかな、3年かな、うん、そんな感じです。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。最後結構熱く語りすぎました。じゃあバイバイ。